埼玉から海の未来を見つめる海と日本プロジェクト in 埼玉県。埼玉県を横断し海へとつながる荒川を舞台に開催されたリバースポーツフェア、その名もウルトラ A80。 これは大会を通じて川が自分の遊びやスポーツの舞台になることで川への興味が高まり、環境保護などへの意識が高まることを目標としています。さらに将来的にはたくさんの人が川で楽しむフェスティバルを目指しているそうです。今回行われたレースは埼玉県を流れる荒川をサップで下るダウンリバーレース。朝9時、熊谷市の荒川大橋をスタート。およそ53キロ先のゴール地点、戸田公園までのタイムを競うウルトラなリバーレースです。近年脚光を浴びているマリンスポーツの一つサップは海や湖では浸透してきましたが、川の競技としてはまだ始まったばかり。今大会には14人の選手が出場し、声援を背に戸田公園を目指しました。ちなみに選手一人一人に GPS がついていて、選手がどこにいるのか位置とスピードがリアルタイムでチェック可能。選手の安全を守ることもでき、臨場感のあるレース観戦が楽しめます。レースが行われている荒川の上流、秩父の長瀞、こちらではラフティングボートに乗りながら川遊びを楽しみつつ、ゴミを拾うリバークリーン活動が行われました。今大会は豊かな自然と共存する SDGs の実現を目指す埼玉リバーサポーターズの協力のもと、リバーレースと同時開催で荒川のゴミ拾いを実施、川のアクティビティの楽しさ、安全な川遊びの啓蒙活動、環境保護を伝えていきます。ラフティングボートで荒川を下りつつ、ゴミが多く流れ着いているポイントに到着。川岸に上陸し、ゴミ拾い開始です。落ちているゴミはペットボトルや食品の容器などの生活ゴミが中心。コロナ禍で観光客が減り、キャンプで出るゴミなどは例年よりは減少しているそうですが、持っていたゴミ袋はあっという間にパンパンになっていきます。集めたゴミはその都度車に乗せていきます。4時間かけて荒川の長瀞エリアで集めたゴミが車の荷台1枚の量となりました。ゴミ集めで面白いものを見るとか撮るのが楽しくて、ゴミの量を増やしたくないかな。いいですか、3、2、1、えー、さあ、ダウンリバーレースもいよいよクライマックス。戸田公園に先頭の選手が到着しました。朝9時に熊谷市の荒川大橋を出発し、5時間48分かけてついにゴールです。全然水が流れてなくて、もう辛かった辛かったです。でも本当に一パドル一パドル無駄のないように漕いできたんで、それがすごい結果として出たと思います。よっしゃー、ありがとう。選手の皆さん、本当お疲れ様でした。はい、そして、ね、僕たちだけじゃなくて運営に関わっていただいた皆さんに本当感謝の気持ちで、本当一日終えたことをすごい良かったなと思いますので、改めて埼玉県って広いなって思いましたし、やっぱ川って本当いいなっていうのを改めて感じた一日でしたね。はい、まあ、荒川53キロを、下るっていうレースだったんですけど、まあ、選手の皆さんよく来たと思います。で、これを機に、より多くの人が、川に注目して、まあ、いろんな遊び方をしてくれたらいいなと思います。そして戸田公園には荒川の上流長瀞で拾ったゴミと下流の戸田公園で拾ったゴミが展示され、東京湾につながる荒川のゴミ問題を改めて考えるきっかけとなりました。
町のゴミが川に流れて海に行くっていうのも理解が増えましたので、そういった意味でリバサポを含めて海と川と陸とそういったゴミを取ることによって環境問題が解決できるっていうところを理解しながら少しずつやっています。長瀞では川の遊びをしながらゴミ拾いをしたんですけど、まあ、すごくゴミも多かったっていうこと以上に、まあ、川を楽しみながらなんかみんなで、きれいにできたっていうのはすごく、僕にとってもなんか嬉しい時間でした。エリアいっぱいあると思うんですけど、そのエリアで出さなければ海に行くことはないと思うんで、そのエリアに住んでいる人たちが責任を持って、まあ、消費するものに責任を持って、まあ、生活していくっていう考えを持てればゴミが出ることはないと思うんで、まあ、継続してこういう活動を続けながらそういう啓発活動もしていきたいなと思ってます。海と日本、ご視聴ありがとうございました。海と日本プロジェクトのチャンネル登録、ツイッター、インスタグラムのフォローもお願いします。